はい、東京都知事選挙に勝って NHK をぶっ壊すからのいってらっしゃいということで、令和2年7月の4日土曜日ですね、東京都知事選挙最終日ですが、東京離れ今北海道のニセコというところにやってきております。まあ、ご覧の通りですね、いわゆるペンションというんですか、 コテージというんですかね、泊まって、これからですね、サバイバルレースっていうのかな、アドベンチャーレースというのか、まあこれから自転車を漕いだり、船に乗ったり走ったりということで、24時間ですね、明日の早くても24時間かかると言われてます。この後ですね、携帯も電話もつながらない、ネット環境もつながらない状態で、レースにね参加してきますが、まあ、今回の選挙を、まあ、振り返って、まあ、主張したかったこと、まあ、少数派の声を守るということですね、数が少なくても少数派の意見というのをしっかりと守っていかなければいけないと、まあ、香港がこの7月の1日実質上、中国によってですね、少数派の声が潰されるというような出来事がありましたが、多数派がね、少数派の声を吸収して少数派の意見を認めなくなった時に、戦争が始まるというようなことをですね、訴え続けました。で、まあ、少数派という意味ではですね、NHK にお金を払わない人も少数派です。また年金を払っていない人も少数派です。コロナ自粛ですね、もうコロナの自粛はもう大反対。マスクをしないで街角を歩くという人たちもある意味少数派なわけですね。で、少数派の声をしっかりと届けていきたいというのが、今回の選挙の主な目的でありました。で、昨日堀江門新党のですね、まあ、敬愛するというか、堀江門こと堀江貴文さんとライブ中継でね、私と堀江さんが出て、あと斉藤候補と、そして、維新の会推薦の小野候補と、まあ、4人でライブ配信をして、そのライブ配信非常に、有意義なものであったと思っているんですが、まあ、それできればご覧いただければと思いますが、その後ですね、10時半にライブが終わって12時までの1時間半、まあ、堀江さんとですね、もう実際直に1時間半ほどですね、これからの政治、まあ、これまでの政治、これからの政治のことについてですね、たっぷりとお話をさせていただきました。まあ、16年前に僕は NHK にいて、堀江さんが当時、近鉄球団買収に行ったことを、またフジテレビをですね、乗っ取りに行ったこと、まあ、近鉄球団買収じゃないか、買い取りですよね、そこから、現在の政治ですね、まあ、堀江さんは公明党の支持を得たっていうところで、公明党さんとの関係であったりとか、これからね、例えば自民党の石破さんとの関係であったりとか、そんな話を交えながら、ね、必ず今回の都知事選は堀江門新党誰も当選しませんが、いわゆる次の衆議院選挙をなんとか 5% 取れないかとか、その次の参議院選挙では必ず、まあ、参議院選挙は 1.8% で当選しますから、そこには秘書の斉藤君をですね、名簿1位で、持って行ってですね、堀江さんの秘書をしながらね、国会議員をしてもらうという話ですね。まあ、堀江さんが考えた政策を我々は、まあ、我々というか僕がそれを選挙で、実現してくれる人を選び出して、それを選挙で当選させるというですね、まあ、分業化についての話などなどさせていただきました。まあね、20年計画で僕はこれからの政治を変えていこうと思っていてですね、まあ、NHK を辞めてまだ15年です。で、今から20年というと72歳、私がね。で、やっぱり政治家っていうのは長期的なスパンで物事を考えなきゃいけなくて、どうしても急ぐとですね、今の既得権益の人たちに潰されると、まあ、堀江さんまさに15年前にそれを味わってるわけなので、僕は政治を急がない。で、今回の東京都知事選挙もそのいわゆる堀江門新党の考え方、政策を多くの人に知っていただくということが目的でありますので、
今回の得票に関してはさほど気にしてないというか、これからのスピードをどうしていくのかということの指標にさせていただこうと思っています。今の予想では10万票ぐらいじゃないかと、3人のね、堀山氏と3人足して10万票ぐらいと、10万票というのは大体今回投票率 45% ぐらいだと僕見ていて、ちょうど500万票の中の10万票ということは 2% ですから、 2% あれば国政政党をキープすることができます。で、これはもう最低ライン、なんとかそれをキープし続けなきゃいけないと思ってるんですが、もし10万票から15万票ぐらい、15万票以下であれば、次の衆議院選挙はですね、そんなに派手に、やらずにまだまだゆっくりとやっていくという戦いになります、なるでしょう。特にね、3ヶ月の今年10月には解散総選挙があるんじゃないかということが結構過去の性が上がってきましたので、15万票以内であればそんなにスピード急がない、焦らず、やる。25万票を超えてくるようなことがあれば、これは衆議院選挙で5議席ぐらいの目が出てきますから、次の衆議院選挙はしっかりとですね、5人あるいは6人当選を目指してですね、しっかりと お金も時間もかけてやると、まあこんな話をさせていただきました。で、まあ東京都知事選挙ということで最後に、やはりコロナの問題、そしてオリンピックの問題、この2つの争点については、各社さんとも喋ってほしいというのが多分要望としてあると思うので、コロナから、感染者が107人124人ですか、2日続けて100人を東京都で超えました。ただ、入院者数であったり死者数というのはむしろそんなに増えていない。感染する人は若者が中心でですね、この感染者数っていうのはもう全然気にする数字ではありません。問題はやっぱり医療崩壊を起こすかどうかっていうところで、入院者数であったり死者数である、ここがすごくポイントになってきます。だから今感染者数が増えていることについては検査数が増えただけなので、そんなに、慌てることはないんですが、問題はこの7月という高温多湿の中でも感染が広がっているということ、これは11月を過ぎて、湿度が下がって気温も下がった時にはいわゆる第2波がですね、大きな第2波が来るということが、十分想定をされるというか想定しておかなきゃいけない。医療崩壊をするような、いわゆるパンデミックが起きるということはもう十分想定しなきゃいけないということで、それに向けてですね、やっぱりそのコロナの感染者数とか入院者数とか死者数、こっちばっかりに目を置くんじゃなくて、やっぱり失業率ですね、失業率が上がってくると自殺者数が増えますから、その相反する数字ですね、失業率であったりとか GDP ですね、総生産、国民、国内総生産、国民総生産ですか、そういう経済の数字とコロナの感染者、できたら入院者数、入退院者数っていうんですかね、そういうですね、経済指数とコロナの指数をですね、総合的に判断をして、自粛要請を、するということがすごくこれからのコロナの自粛に関しては、必要なことになってきます。で、私は仮にどれだけコロナでの感染者数や入院者数、いわゆる医療崩壊がしても経済は止めません。私が都知事になったらですね、止めません。で、ただし、コロナに感染をしてですね、重症化する人っていうのはもう明確に分かっています。基礎疾患がある方か高齢の方、もうこれはもう明確に、医学的にもそして統計学的にも証明されていますから、60代の方はお仕事はもう完全に控えていただくということですね。小池さんが都知事そのまま再選された場合67歳ですから、小池さんは本来仕事を休んでもらわなきゃいけない。僕が当選するときは小池さんは当選しないわけですが、いずれにしても60代以上の方はお仕事をまずやめていただくと、外出も控えていただくと、いわゆる60歳以上の方はステイホームですね。で、60歳以上の人がステイホームしていただいてもそんなに経済 のダメージ出ません。60代以上でフルタイムで週5日以上働いているような人ってまずそんなにいないでしょうし、もともと65歳過ぎた方は年金をしっかりともらってるわけですから、ここはね、ほとんど60代以上の方は、ステイホーム、仕事をせずに家にいてください、不要不急の外出を
やめてくださいと言えばですね、これはね実は、コロナの重篤者を増やさずに、いわゆる死亡者も増やさずに経済効果も保てるというですね、非常に、妙案であると私はこれはもう自信を持って言えます。若い方は感染しても、まあ巨人の坂本選手みたいにですね、コロナ感染した方がガンガン人を打つんじゃないかぐらい、そんなに怖い病気ではないと、若い人にとってはですね。だからまあ少なくとも40代までの方はですね、コロナに関して、どれだけパンデミックを起こしてもしっかりと働いていただくことをお願いをすると。もちろんこれは強制力ありませんから、あくまでもお願いです。まあメリハリのついたですね、自粛をお願いするというのが、私のコロナに対しての対策ですね。もちろん過去に、行った自粛に対してはその事業規模に応じてですね、保証しなきゃいけません。もうこれはね、東京の都裁を発行してでも保証しなきゃいけません。まだね、傷ついた方々、これからです。倒産であるとか廃業っていうのが出てくるのはね、まだ景気完全に回復していませんからね。だからそういう意味ではまだコロナの保証っていうのはしなきゃいけませんから、それも過去の分ですね、4月5月に行ったコロナの自粛については保証をしっかりとさせていただくということになります。であとオリンピックの方もこれ何度も言ってますが、もうこんなのは IOC が決めることでね、開催地の東京が口を出すものではありません。ただ要望としてはやはり来年はもう無理です。もうこれね、この夏場にこれだけコロナ感染していてですね、世界中で感染している中、来年の7月にオリンピックを東京でするっていうのはもう誰がどう考えてもですね、オリンピックってね、予選もしなきゃいけませんからね、無理です。選手も来年に調整するよりもですね、もう再来年、2年後、おそらく2年経てばワクチンも治療薬も開発されていると思いますから、2年後2022年東京オリンピックどうですかということを IOC に働きかけていく。で、2022年の北京冬季大会北京はそこから2年ずらしたらどうですか。そして今から4年後に予定されているフランスのパリ大会は6年後に2年ずつですねずらしたらどうですかという提案を IOC にしていくと。で、費用は東京都は一切負担しませんと。 IOC さん儲かってるでしょと、どれだけね放送権料をもらってるんですかということをですね、 IOC さんに働きかけて、東京都がですね、まあ、100億円以上のですね新たな負担をですね求められるようであれば、これはもうきっぱりと東京都の開催を断るというぐらいですね、主催者やるかやらないかの判断するのは IOC ですが、東京というですね街を貸すかどうかは東京都知事の判断になるわけですから、やってくださいとこちらがお願いすれば、お願いすると足元を見られて、延期にかかる経費を負担しろとこう言われるわけですから、そこはね、ちゃんと、交渉はですね、足元を見られないようにしなきゃいけません。まあね、皆さんもう忘れかもしれませんが、今北海道に来てます。オリンピックの花形であるね、マラソンや競歩は実は東京じゃなくて札幌で、北海道の札幌で行われることがすでに決まっております。これは東京都の小池都知事はですね、このことは一切聞かされる前にもう決定したものが伝えられた。このことからしてもですね、東京都知事はですね、オリンピックの開催の延期や中止について何一つ権限がないということが明らかです。そこはね、そういう基本的な認識は皆さんに持っていただきたいなと思っております。ということでね、まあもう時間もこれからスタート、10時からスタートなので行ってまいります。多くの方に応援していただいて、ボランティアの方々もですね、本当ありがとうございました。おかげさまで選挙戦17日間、今日含めて17日間乗り切ることができました。なんとかね、明日の投票日の夜の8時には、戻ってきてライブ放送ですね、選挙結果を受けたライブ放送、 YouTube ライブをしたいと思っておりますが、今日から今からね、旅立ってここにいつ帰ってこれるか、このコテージにいつ帰ってこれるかが分かりませんので、帰ってこれればライブをするということで、これで私の選挙運動は終了させていただきます。以上です。東京都知事選挙に勝って NHK をぶっ壊すからのいってらっしゃい。ありがとうございました。